こんにちは。今回は佐賀の再開発を見ていきたいと思います。最初に紹介するのは佐賀駅です。2022年に佐賀の新たな玄関口となる南北の駅前広場が整備されました。大屋根を設けた開放的な空間でイベントを展開し、賑わいを作り出していく広場になります。駅南側の交流広場は1976年の佐賀駅移転以降46年ぶりのリニューアルとなりました。2021年6月から1年半近くかけて完成しました。交流広場の広さは2200平方メートルで、約300平方メートルある大屋根やベンチを設置しています。これまでの駅前広場は車中心の広場でしたが、人中心の広場として整備しました。待ち合わせや天気のいい日にランチをしながらくつろいだり、イベントやキッチンカーの出店などで活用したり、サンライズパークと中心市街地をつなぎ、賑わいを生み出すスペースとして生まれ変わりました。次は佐賀発です。 JR 佐賀駅に直結する高架下に商業施設佐賀発が2023年にオープンしました。施設には14の店が集まり、県内初出店のクッキー店やクレープ店のほか、ほうじ茶スイーツの店、焼き鳥店、韓国料理店、立ち飲み屋などが並んでいます。また混雑する改札前を通らなくてもいいように、佐賀発の開業に合わせて佐賀駅の南北を自転車でそのまま行き来できる通路も設けられました。次は佐賀アリーナです。九州最大規模の多目的施設佐賀アリーナが2023年に開業しました。佐賀アリーナは佐賀駅から 1.4 キロと立地が良く、県が多くの集客や交流が見込める大規模な会議やコンサートなどの誘致を進め、地域の活性化が期待されています。延び床面積約 29,800 平方メートル、建物高さ30メートル、座席数最大8400席、車椅子席100席、ボックス席20席、ファミリー席60席、その他 VIP 席なども完備しています。2024年に佐賀で開催される国民スポーツ大会をきっかけにアリーナが建設されました。この大会を一過性に終わらせず、長く夢や感動を生み出すスポーツの一大拠点とするとして、施設の計画を立て、2023年5月にグランドオープンしました。開業半年で約26万人利用し、好調な滑り出しとなっています。佐賀市中心部には新たな人の流れができ、賑わいも生まれる一方、経済効果をいかに県全域に波及させるかや、宿泊先の確保など課題もあります。佐賀県内の宿泊施設は全国で最も少なく、宿泊客が久留米市や福岡市に流れており、機会損失が発生しています。また佐賀アリーナの前には国立病院機構佐賀病院があり、周辺の渋滞回避などのため、大規模イベントで一般の利用者が使える駐車場を設けておりません。佐賀駅から15分の徒歩やバスでの来場を呼びかけていますが、車社会の佐賀県では疑問の声も上がっています。次は佐賀玉屋です。創業90周年を迎えた佐賀県唯一の百貨店佐賀玉屋のリニューアル計画が発表されました。京都市の不動産会社さくらに事業譲渡され、新たな経営体制となった佐賀玉屋は、老朽化した本館と南館の建て替えを行います。2024年7月以降に本館の機能を南館に移転した上で建物を解体し、2026年度中の新本館ビル開業を目指します。新本館ビルは地上10階建ての複合ビルとなる計画で、1階から4階には百貨店の佐賀玉屋に加えて新たなテナントが入り、5階より上には150室から180室のシティホテルが入ります。南館の建て替えスケジュールは決まっていませんが、新本館ビル開業後に着手する予定です。佐賀玉屋は1933年に開店、1990年には年間160億円以上の売り上げが出ましたが、2021年2月期から50億円を下回り、債務超過に陥っていました。これに伴い、耐震基準を満たしていない本館の建て替え費用の捻出も難しい状況でした。
次はイオン上峰店の跡地です。佐賀県で大規模な再開発事業が始まります。場所は佐賀県宮城郡上峰町大和坊女で、東京ドームの約 1.4 倍に相当する敷地面積63,700平方メートルです。2019年2月までイオン上峰店が営業しておりましたが、現在は解体されて更地になっています。今回の再開発事業に伴い、イオンに隣接する旧自動車学校や私有地も買収し、広大な事業用地に商業施設、農産物直売所、運動施設、学びの場や芝生公園などを作る構想です。外観デザインは風を表現する螺旋状の作りが特徴で、不定形のレイヤーが積み重なった有機的なデザインとなっています。公共施設として体育館、武道館、プールなどの運動支援施設、子育て支援施設、保健センターや地域包括支援センターの機能を備えた健康増進施設が設けられます。その他にもミュージアム、ギャラリー、カルチャー教室などに使うスタジオ、ラジオ局、インターネットテレビ局、農産物直売所、加工施設、飲食施設、道の駅、町営住宅なども整備される計画です。事業資金は民間が調達しますが、国からの交付金を最大限に活用するために PFI 方式で進める計画です。建設費の最大 45% は国からの交付金を活用し、残りの 55% を家賃収入などから賄う計画です。また最近では鹿児島県の学校法人神村学園が単位制通信制課程の高等部を新設する計画を進めています。週5日通学から在宅受講まで3コースを設け、佐賀の歴史や職業体験など多様な授業も準備する予定です。この土地に以前あったイオン上峰店は1995年にオープンしました。上峰町役場から直線距離で約 1.5 キロの交通量の多い県道沿いにあり、佐賀県東部を中心に集客を図っていましたが、ネット通販や後発の大型店との競合などを受けて2019年2月に閉店しました。その後イオン九州から土地建物の無償譲渡を受けた上峰町は、一帯を中心市街地と位置づけて跡地の再開発を目指しています。このプロジェクトにより上峰町だけでなく周辺地域一帯の経済が活性化されることが期待されています。次は鳥栖駅です。現在西口のみしかない JR 鳥栖駅で、東口の設置に向けた動きがあります。鳥栖駅の出口は西側の1カ所しかなく、駅周辺の再開発を長年検討していますが、事業が長期にわたると見込まれることから、暫定的にサッカースタジアムなどがある東側に出口を設置できないか議論を進めています。現在駅の東側に行くには西側の改札を出て線路上にかかる約125メートルの橋を渡らないといけません。ホームを結ぶために現在ある地下通路を伸ばして東口を作る案や、駅の東西をつないでいる橋の隣に改札などを設け別の橋を作る案などが検討されています。技術的な問題がないかなどを調査し、2024年6月頃までにさらに複数回検討会を開き、意見を募ることにしています。次はアサヒビール鳥栖工場です。アサヒビールは現在福岡市にあるアサヒビール博多工場を佐賀県鳥栖市に移転する計画があります。品質を担保したビール類や飲み物などの生産能力を十分に確保できることや、天災などの不測の事態に備えた事業継続計画の観点で候補地として挙がっていました。鳥栖市は九州全域への効率的な供給や十分な水量を確保できる立地であり、敷地面積を含めて最も条件に合致していたため、今回の決定に至りました。新しい工場はアサヒグループの次世代生産体制のモデル工場として、製造方法の刷新などによりエネルギー使用量を従来比で 50% 削減し、使用するエネルギーの再生可能エネルギー化も推進します。アサヒビール鳥栖工場は2026年から創業を開始する予定でしたが、建設や設備などにかかる費用が当初の計画から大幅に高騰したため、3年をめどに延期し、2029年からの創業開始を目指すことになりました。
このため2024年1月に工事着手の予定でしたが、新たな着工時期は検討中となっています。アサヒビール博多工場は2025年末をめどに操業を終了する予定でしたが、操業を延長します。博多工場の操業終了後の跡地活用については現時点で未定です。ということで、今回は佐賀県の再開発の紹介でした。もしこの動画が良かったら、今後の活動の大きな励みとなるので、チャンネル登録・高評価をしていただけると大変ありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。